お口の健康広場デンタルパークのコーナーです。お相手の松原恵美です。このコーナーでは広島市歯科医師会の歯科医師の先生にお口の健康に対する様々なアドバイスをいただいています。今回は広島市歯科医師会の岡崎文彦先生と小島正徳先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず岡崎先生をお迎えしてなんですが、前回の放送で ALS の美穂先生にご出演いただきまして、岡崎先生はなんとその ALS の患者さんの治療なんかもこう歯科医院でなさっているということで伺いました。そうなんです、うん。まあ、あの当院がちょっとエレベーターとか、うん、このバリアフリーとかをさせていただいてて、まあ、そういうご縁で ALS の患者様を見させていただいてます。まあ、でも ALS の患者さんといってもいろいろ進行状況が違いますので、うん、そうですね、まあ、私の患者さんに関しては、首から下は動かないんですけれども、まあ、ご飯食べれるしお話もできるしという方の治療をさせてもらってます。でそういう状態の患者さんがこう安心して治療を受けられるというのは嬉しいですよね。やっぱり安心ですよね。そうですね、うんうん。まあ、いろいろ、まあ、口腔外科という科をずっと出してもらってたので、うん、まあ、障害をお持ちの方だったりとか、見させていただいてたっていう経緯もあります。あ、うん、はい、わかりました。で今回ですね、歯に関する質問が来ておりまして、はい、こちらにお答えいただきたいと思います、うん。体がだるかったり肩が凝ったりした時、噛み合わせが影響していることはありますか、という質問で、噛み合わせ、体がだるいっていうのが、うん、その原因が噛み合わせとかのところから来ているということはあるんでしょうかと、うん。どうすかね、小島先生ね。ありますよね。いや、なくはないですかね。まあ、原因と一つとして考えられるか、はい、ということですか。もちろんです。で小島先生がご専門とされている、まあ、矯正歯科ですね、はい、うん。まあ、歯並びとか影響していることもあるんですが、うん、私が今一番こう注目しているとか、まあ、何年も取り組まさせてもらっている中で、TCHっていうことは知ってますか。何ですか。初めて聞きます。そうなんですよ。T っていうのはトゥース、歯ですね。あ、で C っていうのはコンタクティングといって、まあ、接触っていう意味です。でハビット、 H がハビットで癖という意味なんですけど、上下の歯の接触の癖ってことですか。うん、そうです、そうです。だからご飯食べるときってもちろん噛んでご飯食べますよね、うんうんうん。ただ実はご飯食べてないときって歯を合わせてはいけないんです。あ、なんか奥歯を噛みしめるなとかよく聞きます。そうです、そうです、うん。で軽い力でも実は合わさってる方がいらっしゃるんですが、軽い、はい。でお二人にちょっとやってみていただきたいんですが、それをやってるかチェックとして、うん、口を閉じられてる時に歯を当てた状態で閉じるのと開けた状態で、まあ、口を閉じてるのとどっちが落ち着くかっていうのをちょっとやってみてほしいんですよ。どんなですか、小島先生。当たってない状態が楽ですね。うんうん、あ、本当ですか。私も当たってない方がなんか楽ですね。この二人はもうとてもいい癖、うん。よかった、はいはい。ある方はもう本当に歯をずっと当てていらっしゃる。それは力に関係ないです。ちょっとでも当たってるの方はもう TCH に当てはまるということですね。だからいわゆるこう歯ぎしりとか、はいはい、食いしばりってよく言うじゃないですか。夜お父さんがうるさいとか、ギシギシうるさいとか、そういうのとはまた別のものになります。うん、はい。でもね、なんか普通に頭で考えると当たってた方がなんか安定感があるんじゃないかなとか思ってしまったんですよ。浮いてる感じがして空白があると。おっしゃる通りなんです。でしかも日本人ってどちらかというと、まあ、昭和、僕ら昭和世代ですけど、まあ、歯を食いしばっていけとか、口ポカンと開けるなとか、ね。まあ、どちらかというとそういう教育を受けてますから、うん。ご年配の方とかは結構もうずっとこう歯を合わせてらっしゃる方とか多いです。これが良くないんですか。そうなんです。どういう影響があるんですか。まあ、もちろんこう噛んだ時に痛くなったりとか、うん、あとはいわゆる知覚過敏ですね。知覚過敏起こすんですか。知覚過敏になるんです。なる可能性があります。であとは歯周病の悪化、まあ、いわゆる歯茎の骨が下がってしまう。であとはひどい方はもう頭が痛くなったり、いわゆる顎関節症と言われる顎が痛くなったりとかいう方もいらっしゃいます。ちょっと今ラジオ聞いてらっしゃる方、今ね口の特に奥歯が合わさってるかどうか、ちょっと今絶対確かめて確認してください。そうなんですよ。合わさらない方がいいと。おっしゃる通りです。いやちょっとね、常識、私たちの一般概念では合わさった方がいいのかなって思っちゃうので、
そうなんです。いや、そんなに影響あるんですか。ありますね。で、実際僕がその東京医科歯科大学のその顎関節症外来の、まあ、先生がいるんですが、その方の講演を受けて、僕もそれを実践するようになったんです。で、実は左上の歯がずっと染みてたんですけど、実践するようになって治りました。治るんだ、はい、だから僕がやって治ったから、あ、これってやっぱ思うじゃないですか、で広めようというふうに考えた。なるほど。いや、ちょっと本当にこれ広めた方がいいですね。私も今日からみんなに周りに言います、はい、ぜひお願いします。はい、である方なんかはもう全然私そんなことしてないよって言われてるんですけど、本当にやってるんでちょっと注意してみて、ね、自分のことを観察してくださいって言ったら、気づきました先生、車の運転してるときめっちゃ噛んでますとか。そうなんです。何かの動作をしてるときに歯が合わさってることもあると。おっしゃるとおりです。だから無意識にしてるからハビット癖なんですよ、癖ね。でも歯がこう、ね、合わさってた人がそれをやめるとどんどん、まあ、良くなっていくよということなんですね。おっしゃるとおりです。希望があります、はい、いや、これ本当に広めましょう。そうなんですよ。なんで、まあ、その先ほどの ALS で来てくださっている患者さんも、やっぱりいろんな ALS が進行するにつれて、まあ、唾液の量が増えてしまったり、まあ、舌圧といってベロの力が弱まってしまったり、で飲み込む力が弱まってしまったりっていうのもあるんですが、その中に口が開きにくくなったりとか、逆に食いしばってしまうっていうのも症状として出る方がいらっしゃるそうです。なんで、まあ、いわゆる硬い歯を割って、割れたことで困ってうちの病院に来たっていう経緯があります。わかりました、はい、本当に気をつけていきたいと思います。今回はですね、リスナーの皆さんからの歯に関する質問をお答えいただきました、はいはい、番組ではリスナーの皆様からの質問をメールで受け付けています。こちらにお寄せください。 hsp@chupea.fm hsp@chupea.fm までお願いいたします。では最後に岡崎先生のリクエスト曲を聞いてお別れとなります。先生、どんな曲でしょうか。レミオロメンさんの粉雪という曲なんですけど、カラオケでお箱で、お上手なのね先生。いや、ね、何回歌ったことか。スナックやら大好きな曲ということで、はい、はい、今回は広島市歯科医師会の岡崎文彦先生と小島聖徳先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。お口の健康広場デンタルパーク、お相手は松原恵美でした。